杉宇別名神社は、静岡県鴨郡河津町にある神社である。式内社で、旧社格は合社。また式内社の佐々姫命神社に否定される、姫宮神社を所管する、河津久留宮神社とも、古くは、宇別名神、木野名久留宮名神、木野神社、木野神社、鬼崎名神などと呼ばれており、現在でも河津久留宮神社と、俗称される。 クルミアの古社名や口述する鳥商人主商人を伝承することから木の宮信仰を有する神社とされている。杉宇別名を主催神とし、いたける命と少なびこなの命を愛とのに祀る。縁起式神明朝では一座なので、本来は杉宇別名一柱を祀るものであったと思われる。社殿によると古代から鎮座していたが、和道年間に再建されたといい。 演技式新名町で勝者に列した。また社殿では、研究4年に、源頼朝が再建するとともに、車両93国を奉納し、過ろ二2年に、藤原頼常によりさらに社殿が採築されたという。公営2年の国内新名町である、伊豆国新会町には、14以上報小分けの名人と記されている。社殿によるとその後も、永生10年に、 足利義職により、社殿が再築され、鮭十二屋が奉仕したというが、天文七年に、社殿等を、ことごとく消失し、同十三年には洪水によって車両が流されてからは、大敗して、昭子での鎮座となったものを、国主大官、清水康秀等が再建したという、明治六年号車に列した。戦後は、神社本庁に属している、代々川津氏が奉仕してきた。 酒止め祭り、酒開催漁祭りの間は、河津の鳥商人、主商人と呼ばれ、当地で泥酔した杉湯別名が、伸びに合い消失寸前になった時、小鳥の大群が羽についた水を、本殿は、箇所二年の増体にかかる、正面側面ともに一軒の流れ作り。屋根は、銅板武器で、千鳥破風、軒刀破風をつける。銅祖神社、宇賀神社、稲荷、 昭和初期時点で樹齢千年以上と推定され、昭和11年に国の天然記念物に指定された。古くより、クルミ屋様のオークスと呼ばれ、神木として崇められてきた。かつて河津には七本のオークスがあり、明治時代中頃まで河津号七かかえ七、クスの木と呼ばれていたが、現存しているのはこの一本だけである。また、山道入り口付近と、 ハイデンウーゼンにもクスの,木の大木がある。なお、伊豆半島北部にある、熱海市のクルミヤ神社にも、天目助スケ分け神社のオークスという有名なクスの,木の大木があり、クルミヤ神社のクスと同じ名称で呼ばれることも多い、ため混同しやすい。詳細は、杉愚別名神社のオークスを、参照古くは、姫宮、また、姫宮大名人と称されていた。ささげん姫命を主催神に、 明治44年に、若宮八幡神社と、影山神社を行使した。旧社地付近からは4世紀のものと思われる、最祀物が出土しており、古くからうぶすながみとして祀られていたようである。縁起式神明朝で勝者に弟子、伊豆国神会長では、14位調査のわら姫の御子と記されている。社殿によると元気頃までは車両を有したが、天正年間に没収され、 文禄五年に図書という社人が古記録等を持ち去ってから衰退したという。漢文四年に、河津前村の人々によって再興され、明治六年村社に弟子、同四十四年に、現社地にあった若宮八幡神社に、近くの影山神社と共に合祀されて、社号を、姫宮神社、主催神を、笹原姫命の地に変更し、さらに、昭和三十八年に、 杉宇別名神社の本殿脇に遷座されたが、平成14年に再び開始移した。本殿は、正面側面ともに一軒の流れ作りで、茎の屋根に千鳥ハ風、の木に等破フをつける。江戸時代後期の社殿である。ありがとうございます。